へえ。はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。ただいま忍者ツアー中ということで、今回から後半戦が始まっていきます。後半戦のリーグ対象となります、カップ戦の、下見をメインとしてやっていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。ではまずは前回前半戦ですね、忍者ツアー前半戦の、ファイアロゼッタカップのランキング結果から見ていきたいと思います。よろしくお願いします。いきましょう。どうだ、頼む。1位、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。リーグ95まで戻ってきました。あのね、金色丸、リーグ、おお、新しいのゲットした。ブラックバンパイア、ありがとうございます。ジャンプアクション系いいじゃん。動画を見ていただいた段階でね、3コース目ニンニン道場か、終わった段階で1位だったじゃんって皆さん思っていただけると思うんですよね。残り1日半ですよとか言って、だから当然1位なんでしょ、そのままって思われるかもしれませんが、はい、こちら、その段階で抜かされてたんですよ。抜かされてて、そこからよしやったろかと思って、ニンニン道場頑張っちゃいました。こちらドン、素晴らしくないですか皆さん、ありがとうございます。動画内でね、5万点いかなくてちょっと不甲斐ないけど、まあリーグ1位楽勝だからいいでしょうって言って逃してたんですけども、その後ね、結構すんなりね、10分15分ぐらい走り込んでこの記録を出しました。54,583点、ありがとうございます。5000点以上、5500点記録を更新しましたね。はい、でこれアクション数等がこちらになります。どうぞ。はい、アクション数196、前回の動画の中で191アクションぐらいしたんだけど、なんかずるずると最後交代して4位か5位になって記録を伸ばせなかったっていうレースをね、お伝えしたと思うんですけども、それをさらに超えて196アクションということで、画面戻しまして、はい、126,633点でリーグ1位と。細かく見ていきましょう。先ほどお話ししたように、ニンニン道場において特に環境の強化することなく、運というか、しっかり、記録を5000点以上伸ばすことができました。レインボーロード X カラカラ遺跡に関しては動画内で出した記録です。ニンニン道場の196アクションね、ちゃんと覚えてますよ。月相フィーバー、最初に月相フィーバーが来て、でその後コインフィーバーが来て、最後にスーパークラクションフィーバーが来て、フィーバー3つ、そんなにめちゃめちゃいいフィーバーじゃないんですけど、プラス単発コインボックス2回で196アクションの 54,583 点、無事1位を取ることができました。ちょっと嬉しかったんでね、説明長々としてしまいましたけども、忍者ツアー後半戦もリーグ頑張っていきたいと思いますので、今日の下見の動画の方に行きましょう。はい、ということで今週のリーグ大賞ボムキングカップにやってきました。では1コースずつ見ていきたいと思います。1コース目 RMX オバキュヌマ 1R ということで、スーファミコースをリミックスした、ちょっとねアクション数を増やしたコースになってるよというところですけども、環境を見ていきましょう。まずキャラですね。いや、キャラの最適性非常に多いですね。はい、紫のこの子レースバージョン、これレアですね。あと一番最初いましたね、先週僕も手に入ったオレンジ兵法、こちらも、レアで最適性に来てますので、使っていただければと思います。有能なキャラを見ていかないといけないですね。まず僕の未所持の部分からお話をしますと、今回のツアーから、購入もできるようになった、ようやくねリストに入ったアストロノートキノピオ、これレベルね、高いところで維持している方、今回使えるんじゃないのかなと思いますし、こちらのハッピーピーチですね、ラッキーセブン系ということで、こちらも非常に使えるんじゃないのかなと思います。あと僕自身も所持しているところで言いますと、ブロンズミースーツ、ブーメランフラワー系いいですね。そしてディクシーですね。ディクシー僕自身はね実は使ったことがないんですけども、トリプルバナナなので強化できてる方はいいかもしれないですね。そして、ラッキーセブンでいうとパーティージュゲム、これもねラッキーセブンキャラなんですけど、今まで僕は使う機会に恵まれてない、持ってるんですけどもね。でトリプルバナナのドンキーコング、まあいいですよね。そして、一番有能であることは間違いないコインボックスキャラが2つ、まずはゴールドミースーツですね。はい、こちらリーグレベル80かな、80以上にいっている方はこちら所持してるんじゃないのかなというふうに思います。そして
カロンですね。カロンもなかなか使う機会に最近恵まれていない気がするので、今回使ってあげれるのでちょっと嬉しいなと思ってます。カロン使います。マシンいきましょう。マシンの最適性の中にもレアが一つありましたね。オッケーオッケー。あー、青キャサリンターボね。はい、ジャンプアクション系ということで非常にね、どこで使ってたかな、個人的にはロゼッタプラネットの X かなでね、重宝した記憶がありますね。結構使った記憶あります。はい、強化してぜひ、皆さんもね、使ってみていただいてはと思いますが、個人的には強化が進んでいるマシンが2つ。はい、ラッキーラッキー。マグマホーキ、そしてジュークライド。いやー、さすがジュークライド、課金アイテム。ジャンプアクション系使っていきましょう。はい、グライダー行きましょう。グライダーの最適性には残念ながら、レアがないというところです。コインボックスキャラとの相性とかも見てもコイン系にしたい気持ちはあるんですが、圧倒的に一番強化できてるドリームグライダー使っていきます。環境いいじゃないですか。なんか得点出そうな感じがしますけども、気になるのはもともとはスーファミコースっていうところですね。見ていきましょう。はい、 RMX お化け沼 1R だったかな。コース名が長くて半分忘れましたけども、やっていきましょう。このコースは何回か走った記憶があるコースですね。あー、でもやっぱりエクストリーム系じゃないからちょっとアクション少なめですよね。よいしょ、もらった。よし、スリップもらった。ふぅ、えい、ちょっと無駄に、よいしょ、ミニターボずーっと出しちゃってるけど、あー、当たれー、イエーイ。だいぶまぐれ臭いですけどね。よいしょ。はい、1位、1周目1位、 OK。 あの横並びの、あんなに横にたくさんコイン並んでるのも困るなっていう感じはしますけども、なんか知らないけど抜かれましたね。おほほほほ、これは非常にいいアイテム。アイテムいっか、やった、いいでしょう、いい記録だよきっと。これ多分めちゃめちゃいい記録だと思うんですけど、皆さんどう思いますか。 33,346 点、フルコンボ、アクション数104。コインボックスフィーバーが来てなお、アクション数104なので、やっぱりそれほどね、めちゃめちゃ超高得点が狙えるコースではないと思いますね。はい、でもこれまでのベストから3000点さらに記録を増してるんで、これは非常にいいんじゃないでしょうか。逆に走り込み動画の時に大変になりそうですけども、非常にコインボックスフィーバーを引いたタイミングも良かったなというのが今回のレースに対する感想で、コース全体に対する感想ですけども、さすが RMX 系ということで、エクストリームじゃないけどもコンボはそれなりにつながりやすいかなと思いますけども、コース中に落ちてるコインの数がそんなに多くないかな。だからやっぱりコインボックスキャラで自力でアクションを稼いでいくのが、一番いい手段かなとどうしても思うコースですよね。コインボックスキャラを持ってるか持ってないかで差が出てしまいそうな気がします。はい、では2コース目いきましょう。こちら新登場コースになります。カラカラ遺跡 X、 こちらやっていきましょう。環境見ていきます。さあ、まずキャラですけども、最適性の数が非常に少ない、少ないですが中身は充実。はい、コインボックスキャラが3つ最適性に来てるところでございます。ゴールドミースーツ、さっきも使いましたね。今週はひょっとしたらゴールドミースーツ強化おすすめの期間なのかもしれません。そしてゴールドブル、はい、そしてタイバカンスデイジーというところで3つ最適性に来てます。そして、はい、最近手に入ったばっかり水入れ兵法探検家バージョン、せっかく僕もね獲得したんで、このキャラを使いたい気持ちはあるんですけども、ちょっとこの環境だと残念ながら使ってあげられないですね。しばらく最適性に来やすいキャラだと思います。まあしょうがないね、ゴールドブル使いましょう。マシン行きましょう。マシンの最適性ウルトラレアのみですが、キャラと比べると最適性の数は多いですね。今週新登場のマシン、太鼓ドンドン、違う、太鼓ドドン太鼓ドドン、スペシャルスキルミニターボ系ということなので持っていてもいいかもしれません。個人的にはこちら、はい、ゴールドマグナムレベル6ポイント解放2段階があるので使っていきます。ダッシュプレートがどれぐらいあるかは分かりません。グライダー行きましょう。グライダーの最適性はなんかやたら帽子系が多いですね。頭から被る系が多い印象ですけども、傘とかね、はい、
個人的にはこちらゴールドビルダーメットバルーンゴールド、違うな、ビルダーメットバルーンゴールド、全然名前の順番が違いましたね、やたら名前が長い。こちら今回強化しよっかなと思ってます。走り込みの時にはそれをやっていこうかなと思います。マッキンキンだ、上から下までマッキンキンがおすすめです。いきましょう。はい、ではカラカラ遺跡 X いきましょう。なんか倒れてきた。そっか、これ倒れてきて、知らんかった、これ倒れてきて塔が塔が倒れてきてそうなってるんですか。これは知らなんだでしたわ。おほほ、ごめんね、後ろでコイン撒いてくれてる人倒しちゃった。コインフィーバーだ。ちょっとごめん、ハーフ、なんだっけ、ハーフパイプ無視してっちゃう、ごめんね。トリマね、トリマ無視で行かせていただきます。いや、マッキンキンな上に何が、自分のカスタマイズがね、コースも黄色だから面白いっすよね。さあ、2周目はこのグライダーからの引き続きのところでいいよと。さあ、このコインボックスどこで出そう。これ出すしかないか。あ、ラッキーかもね、これね。よいしょ、ラッキーラッキー、タイミングだよ。ここで使おう。このカーブ、ノーマルの時も思いましたけど、やらしいですよね、カーブの角度がね。微妙にコンボがつながりづらいというか、そういう印象ですね。さあ、最後、はい、絶妙にグライド継続して、フルコンボアクション数は分かんないけど、いい点数。なんか今週ここまで順調ですね。フルコンボ、さらにコインフィーバー単発コインボックス1回という点数でございます。 34,801 点、アクション数は125ということで、このコースも1コース目に続きコインボックスキャラは使えるので、まあ、今のところのアクション数を見ても1コース目よりはこの2コース目の方が、キャラを強化する価値があるんじゃないのかなというふうに思います。ただし通常のカラカラ遺跡と比べると、まあややね、コースが短く感じる、うん、やっぱりその高台に乗ったりしてですね、コースを少しショートカットして走ってるような印象なので、コインボックスを撒くタイミングとかはちょっと難しいかもしれないですね。でもいい点数いきなり出しちゃったな、大変だこれはこれで。はい、では3コース目いきましょう。ニンニン道場 RX でございます。おそらく新登場コースでは、あ、新登場コースなのか、それともちょっとこれまでのベストという機能が出る前に来てたのか、ちょっと見ていきましょう。さあ、まずキャラの環境ですね。最適性の数はそれなりにいますね。さあ、そしてこちらのハッピーピーチ、1コース目でも最適性来てましたので、今週は、強化できるタイミング、強化おすすめのタイミングかもしれません。さらに有能なキャラは2つに絞られちゃいましたね。残念ですけども、武者マリオ、さすが、さすが忍者ツアーですね。武者マリオレベル6じゃない、それは僕、それは僕のことですね、すいません。ブーメランフラワーキャラと、はい。そしてこちら、はい、忍者ピンク兵法ですね。ピンク兵法忍者バージョンっていつも言ってるかな。はい、ジャンボバナナ、そらジャンボバナナやろう、ジャンボバナナでしょう。ピンク兵法使いたかったよ、これ使っていきます。マシンいきましょう。マシンの最適性はウルトラレアのみ、数は結構あるなっていう印象ですね。あ、太鼓ドドン、このコースも最適性来てますね。はい、その他で見ると個人的にはこちら、はい、エッグゴールドレベル6、ポイント解放2段階、ジャンプアクション系なので、エクストリーム系に向いてると思います。そしてグライダーいきましょう。グライダーの最適性もウルトラレアのみとなっております。やたら数だけは揃っていて、どれを使おうかなというところですけども、これはね、2択です。うーん、納涼ウィング、これもいいかなと思うんですけども、8ビットスーパーカイトもこっちかな。これ新しいんですけどね、はい、ダッシュキノコ系ってね、結構いい気がしますね。ということで、3コースとも環境が比較的揃ってる今週ですけども、ニンニン道場 RX も見ていきましょう。はい、ニンニン道場 RX していきましょう。金のシャチホコがいて、あ、これいい、バナナ取りそうな、いい順位だな、バナナ拾いそうな、いい順位よ。あ、ちょっと前行き過ぎた気がするけど、どうだろう、バナナ、ダッシュか、ダッシュプレート、ダッシュプレートじゃない、ダッシュキノコ引いた。これは新登場コースはないっすね。
このコースめちゃめちゃ記憶あるわ、走った、すいません。このコースここでコンボ途切れるんですよね、確かね。やったー、キノコ引いたぞー、どんどん行くぞー。誰かラッキーセブンやってる、あ、怖普通に引っかかんないよな、怖ーとか言いながら。あー今の危ない。このコースは本当にこの室内と屋外の境目のとこがめっちゃむずい。あ、ぶつかんなかった。よーし、4位とかめちゃめちゃ良さそうだけど、どうでしょう。このコースはね、走ったことありますよ、そりゃ記憶あるもん。よいしょ、あ、引っかかったみたい、ありがとう。ここら辺だとジャンプが出るんですね。あ、途切れないな。結構コンボ途切れやすい印象だったんですけど。当たる、オッケー。もう一回当てたろうか、当たらなかった、当てたろうかとか言って名前切って。怖えー、危ないわ。おー、フルコンボ3コースともすごい。はい、このコースもフルコンボで3万点以上いきなり出すことができました。よかったですね、下見。ただこのコースに関してはジャンボバナナキャラの恩恵を非常に受けて、走れたわけではないので、まだまだ得点が伸びる要素があるかなと思います。現状アクション数113ということで、このコースが一番アクション数は多いかな、エクストリーム系だし、というのが現状印象ですね。だからピンクヘイホー忍者バージョンの強化とか、マシンやグライダーを強化するなら僕はこのコースがおすすめかな、既存のコースだしと思いますね。4万点頑張れば狙えるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。はい、では3コースとも3万点以上取りましたが、下見の段階でのリーグ順位はどうでしょうか、見ていきましょう。8位、うそレベル高くないですか。1位の人やばくない、マリブ83、あんたやばない、何15万点って、1コース平均5万点じゃん、なんだよそれ、お前誰だよ2位のシャケデイジーさんもトップ100経験したじゃん、3位の方トップ1000経験者。今週なんか環境整ってるからいけるかなとか思ってたんだけどな、事前の予想では。ちょっと、はい、上位入賞報酬はこんな感じ、先週と全く一緒なのでね、先週取れてないよっていう方は、狙っていただければと思います。ちょっと見ちゃうよ、マリブさん、マリブさんキモいね、ちょっと太刀打ちできなさそうだな。あー、マリブさんキモいよちゃんと、あー、ちょっとすいませんね、他人の覗かしてもらっちゃってますけども、はい、ありがとうございます。僕もこれぐらい取れるように頑張ろうかな。はい、トップ画面に戻ってまいりました。ということで今回はボムキングカップ下見していきましたけども、内容いかがだったでしょうか。最初の2コースはコインボックスキャラが扱えて、最後のコースにおいてはブーメランフラワーかバナナか所持してるやつで頑張りましょうっていうところなんですけども、コースの特性としては3コース目が一番点数が出しやすいかなというところですね。まああとはやっぱり自分の所持しているキャラ次第かなというところもありますので、皆さんね、楽しんで走っていただければというふうに思います。ということで、また今週も改めて1コースずつの走り込み攻略動画出させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。今日の動画に対する高評価チャンネル登録の方もぜひお願いしたいと思っておりますので、お願いします。ということで今日はここまでにしたいと思います。失礼します。